オリンピックやれる状況の国なんでしょうかということはありますよね。カッパも出されて追い出されてなんとかネットカフェで暮らしていたんだけど、ネットカフェにも泊まれるお金もないという状態で、あ、もう400、500円しかない。安定した仕事に入ろうと思って、だんだんそういうのがなくなってきてるからですね。まあ、正直ちょっと先が予見見えないから、それが一番きついですね。なんかどうでもいいかなっていうのが今率直な。相談件数が3倍になっていて、通常はその生活保護の利用件数が例えば2倍になっても不思議はないわけです。生活保護を利用しても追い返されるというですね、どこにお金を回してるんだっていうことはありますよね。選手村だってね、その一部であってもそういうようなその一時利用住宅に使うとか、もともと東京都自身はその都営住宅を、ね、20年間一切作っていないわけだから、そういうようなその公的なその住宅に当てるとかですね、前提としてその居住がない、その今所持金がないっていうその状態になった時に、その国やその行政がやっぱりしっかりその丁寧にやっぱりその保護していくっていうね、守っていくというその観点が必要だと思いますね。